こんにちは、プロボーラー水木です。いつもありがとうございます。前回ですね、ピンアクション、ちょっと隅にね、ピンアクション用のカメラを置いて、撮影をした動画を撮りましたけど、今日はですね、さらに少し深く掘り下げてですね、ストライクの時のアクションというのを、注目してやってみたいと思います。で、その中でもですね、もうジャストなストライクっていうのは、もうご存知の方が多いと思いますけども、1番ピンと3番ピン、右投げの場合ですね、1と3のところにボールが入りまして、ピンとピンはもうドミノ状ですかね。こう、2が4、出ないな、4が7っていう感じになって、3、6、10と倒していって、ボールは5と9の間を通過して、5番が8番を倒す。これが理想形、完璧なストライクですよね。で、10ピンタップするとき、よくあると思います。上級者になればなるほど、残るピンっていうのは4番か10番になってくると思うんですけども、精度が良くなってくるんでね。やっぱタップの要素、まあ、いわゆる厚めの4番、薄めの10ピンっていうことを使いますけども、その中で特に、見てて感じることがあると思うんですけど、ジャストストライクの時の10ピンの飛び方と、違った天秤の飛び方をするときを多々見受けられると思うんです。今のボールってね、パフォーマンス性も上がりましたし、入射角も強く出せるボールが勝手に出る時代ですので、多少薄かろうがですね、ボールの当たりが強いので、3番ピンがですね少し奥へ飛んだというときに、6番がキックバックを巻いて10番に当たらへんのが天秤タップなんですけども、それがですね、キックバックうまいことあったって10番を本来なら右奥へ倒す10番ピンを逆に飛んでる時ってあると思うんですね。でこの時に、まあ、ボールが強ければ強いほどこういうストライクになりやすいんですけども、今日は狙ってそれができるかというのをやってみたいと思います。で10番ピンがジャストに飛ぶのは、まあ、ジャストでコントロールいいんですけども、ちょっとずれた時、入射角が薄いけどもきつかって、ボールが強くなってくれた時とかですね、もしくは押し込みがしっかりあった時とか、そういう、この10番の絡み方に対しての検証をしてみたいと思います。まあ、検証といってもですね、ただ投げるだけなんですけども、また今日もピンの手前にカメラを1個置いときたいと思います。で、その、動き方というのをですね、見比べてもらえればいいかなと思いますので、カメラを2台設置して同時進行でいきたいと思います。ただですね、この前からツイッターなどで書きました通り、スマホを買い替えるとですね、イヤホンジャックがなくなってしまって、今まで使ってたワイヤレスのちょっと安い、ピンマイクはですね、ジャックが合わなくて使えなくなってしまいましたので、今日は今お客様もちょっと少ない時間に来ましたので、地声で行ってみたいと思います。ですので、一投ごとにね喋りに来ますので、構えた後投げた瞬間の声は今日は入りませんけども、やってみたいと思いますので、どうぞ最後までご視聴よろしくお願いいたします。それではご覧ください。どうぞ。はい、それでは行ってみましょう。まずはね、強いボールが投げたいので、ストロングバイト BG で投げてみたいと思います。はい、今度だと奥も滑っているので天品ですね。はい、もう一回リセットします。ちょっと集めまで行くと今度は4番。ね、この間がストライクなんですけどね、次投げれるかな。はい、
けてくれました。今のが完璧なビータップ。はい。あれじゃあ絡まなかったですよね。あれを6番ピンが払ってくれた時に気持ちがいいんですよ。ああ、天秤やと思ったらストライクで、俺球つえみたいな感じになるんですけど。はい、僕行きます。今度こそ。天秤がカーンって跳ねて帰ってきましたよね。めっちゃ嬉しい、できた。もう一回、もう一回やりたい、もう一回。あのストライクが出るっていうことはレーンとボールが合ってる証拠ですからね。僕みたいなストローカー、回転数なんて全然多い方じゃないですけど、あれでも倒れるってことはボールとライクがいい。はい、あのホールでしっかりサイド入れたら倒れました。さっきの天秤から同じとこ立っても投げれました。じゃあね、ちょっとボールのカバーを1個落としてみよう。はい、転がりいい球にしときますね。デュアルロック。一発一中。来た。これこれこれギリギリ。っていうか今のとこまず基本のジャストストライク1球も出てないですね。でもね、今もうテンションめっちゃ上がってきましたよ。最高、さっきも最高。次投げたら天秤たっぷな企画。一応ね、BG とデュアルロックで立つ位置が2枚変えたんです。ちょっと直線ちょっと直進性があると思ったので、はい、でもなんかいっぱいストライク出ますね、このレーン。簡単なんかな。次はもう数目じゃなくてジャストストライクを狙ってみたいと思います。ジャスト、もう1枚右に寄ります。はい、どの角度から入ってもあそこならもう絶対ストライクっていうところです。はい、で今のところから痛め半分だけ左寄りますので、また天秤カーンみたいなのになったら、はい、最高じゃないかなっていうのをちょっとやってみたいと思います。痛め半分だけ寄りますね。半分だけ。そんなこう途切れず僕にはないんですけど。リリース悪かったもん今。ちょっとしたことなんですけどね。はい、リリースが変わっちゃうと回転の向きが変わってしまうとああみたいに薄めに。もう一回あの気持ちいい天秤やりたいですね。集中しよう。
中してラッキーなストライクを狙うっていうのもなかなかちょっと変な話ですね。今のところほとんどストライクなんで、またもう一個おとなしい球に変えます。次、対象コアでやってみようか。最近こんなカバンの中のボール入れ替えてないんで、エンペラ同じのばかりでいきますけどね。かかって手が回っちゃうな。はい、ちょっと緩やかですけど、今のがジャストなので、さっきのデュアルロックと立ち位置が今一緒やったんですけど、動き方がちょっと手前からやったかなという感じなんですね。ですので、あれをそのかっこいい天秤パーンみたいなのにするのがちょっとまたひらめいてないですね。はい、もうボールの性能が良くなりすぎて、はい、昔やったら天秤やろうっていうのがよう倒れるんですよ。対象コアなんでちょっと寄って出したら戻りが悪かった。あー、できるかな。これでできたら今日の動画終わりって言いたいんですけどね。よし、シュートします。今のとこ同じところちょっとスピード殺す。試合全部天秤やと思います。あの力入るんで、はい、こんなリラックスした状態やったらできるもんですね。はい、結構投げたかな。はい、じゃあどうしよう。もうボールがない。あ、1個だけあった。コードワンがあった。よし、じゃあ最後コードワン投げたら終わりにします。けどやっぱり切れる球には変わりがないので、天秤パチコンを立てたいと思います。すごい、俺こんなコントロールいいプロじゃないですけどね。はい、もう満足しましたのでエンディングに行きたいと思います。ご視聴ありがとうございました。はい、どうもご視聴ありがとうございました。見ていただけましたでしょうか。この天秤こいつね、これが奥へ飛ぶか曲がって飛ぶか、今の感じで、はい、一目で分かるようになってると思います。スロー再生にしますのでね、言葉はちょっと変な喋りになりますけども、ゆっくりピンアクションを見ていただけたら、絡み方っていうのが分かってくると思いますので、はい、ゆっくりね、スローをさらにスローで見てもらったらめっちゃスローで見えるんで、はい、よろしくお願いいたします。はい、本日は以上でございます。内容がよろしければグッドボタン、チャンネル登録もぜひお待ちしております。よろしくお願いします。もう4000人まで目前です。何かしらプレゼントをしたいと思いますので、はい、ぜひまだチャンネル登録してない方は押してください。お願いします。ツイッター、フェイスブック、インスタグラムもやっておりますので、カミカミやな。はい、ぜひそちらもフォローしていただけると嬉しいです。はい、ということで、皆さんまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。